18年頃だったんでしょうかね。うちの家が兵隊さんに利用されたんですよ。一部隊が自分の中の兵舎ができるまで。だから私と祖母は親戚のうちに泊まってですよ。昼はまた帰ってきて自分のうちで生活しましたけど、でその時は うちの家全部占領して、台所も占領して利用してるもんですから、豆腐作りをさせるんです。あなた沖縄の方ですか？身命の浴びたんでしょ。その兵隊さんに占領されても、豚も養えなくなって、空襲激しくなって、でその身命の浴びはね、兵隊さんの豆腐作る鍋に変わっちゃったんです。祖母に豆腐作らしてはね、最初にね、小さい鍋にね、これはばあちゃんとまさちゃんの分だって言ってね、お鍋にね、おつゆをね、入れて持ってきてくださったんです。で、おつなんか裏田でね、祖母と二人食べたけど、その兵隊さんの食事はね、豆腐の中にね、缶詰のね、いろんなものが入ってるわけです。で、それ入れるわけですからね、おいしいの。祖母と二人でね、その兵隊さんたちがいる時はね、そのおいしいのを食べました。 で覚えてますね。 西表でね、西表島にね、向こうで一晩明かしたかな。それで、西表島にね、一時上陸して、そこでね、祖母が握ってきた握り飯とです、その浜でね、と兵隊さんがくださったね、缶詰を開けてね、祖母で二人でそこで食事したのを覚えてます。もうなんせね、客船じゃないし、もうその船の匂いっていうのが、もうなんていうんですか、ものすごくきついんですよね。もうだから、ほいで人がいっぱい乗ってるでしょう。だから祖母と二人でね、甲板に上がってね、もう潮風に吹かれて、それが良かったんですよ。それで潮風に吹かれてね、ずっと甲板でおったんですけれども、爆音があったんでね、飛行音がしたんで、祖母がびっくりしたんですよね。それでその荷物を置いてあるところに、ね、祖母がね、まさか飛び降りろって言うもんですからね、私を祖母が背中を押すのと一緒にポンと飛び降りたんです。そしたら、そばのね、飛び降りたところがね、柳氷やらいろんなものがあったんです。そしたら祖母が、そのね、バカ力があるんですね。これくらいのね、柳氷取ったらね、これくらいの隙間ができるんですよ。その中にね、私を入れてですね、その家から祖母がかぶさったんですよね。だからもう抵抗してきてはね、もうシューシューと爆撃する音だけは聞きましたね。その状態は見てないんです。その音だけはこんな風にしてね、聞いていたんですけどね。だから、その爆撃をやってる間は5、6分か10分なかったんじゃないかなと思います。祖母が離れてね、私も起き出してみたら、もうみんな機銃を操作でね、なんかこの辺やられてね、すぐ祖母のね、祖母上からかぶさってるでしょ。だから祖母やられてるんじゃないかなと思ってね、すぐ調べたんです。そしたら無傷だけどね、門兵ね、カソリの門兵の押し入れのちょうどこの辺のところがね、弾がね、貫通した、機銃貫通した跡、2つこれくらいの弾がね、貫通した跡があって、でどうも擦り傷も何もかすり傷もなくてね、ほっとしたんですよね。もうそれから周りはでも皆さん、もうみんなもうなんていうか、もうひどいあれですよ。だけどなんていうのか、
誰がやられて誰がどんなになってるんだろうかっていうね、子供だからか なんだかよく分かんないけれどもね、誰はどんなだろうかっていう余裕ないんですね。まあ子供だからだったかその辺は分かりませんけどね、そういう余裕はなくてね、もう何せも水が飲みたくて水が飲めて死ぬもの奴隷に水が飲みたい水が飲みたいというもんですからね、祖母がねもうやっと草甲板に上がってね、あの帰還人に行ったんです、水もらいに。そしたらそこの知り合いのその機関室で仕事を働いてる機関長さんって言ってましたけどね、その人のところに水もらいに行けばあるだろうと祖母言ったんです。そしたらその人がもう爆撃受けて即死、機関室で。ほいでそのエンジンも止まって、その機関室もめちゃめちゃになってるわけですよ。で祖母はそこを見てきただけでも気持ちが動転して私に向かって水ないよって言ったきりもう黙ってですよね。もうただ子供ながらね、これ大変なことになってるなっていうのは分かるんですけれどもね、なんせ水が飲みたかったですね。だけど水飲みも無人島にあそこに行くまで飲みませんでしたよ。一石はね爆撃がね命中してなんか船の火災でね、もうほとんどね100人近い人が乗っていたんですけれども、70人ほどしか残らなかったらしいですよ。だけど70人生き残ったかどうかはちょっと疑問ですね。その尖閣列島で働いたことのある人が一緒に乗っていたんです。それがねもうその人の案内でそこしか水ないよということで、他に島あるけれどもね水があるのはそこだけだよって言って行ってて尖閣列島に行ったんですけれども、本当に水が豊かにあるわけじゃないんです。もう山のね切り立ったその岩盤のみたいなところからね、もう本当にちょろ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 と流れてくる水をね、この岩にこの手を押し付けて、それでこの人なんで、だから水たまりがあるとかどうとかじゃないの、わずかな水でしたよ。でそこでもう50日のあね向こうで過ごすわけなんですけれども、なんか、でも水があって幸いでした。ちょうど向こうに行って34、5日でしょうか、ちょうどねサバニ大工さんがいた、作る大工さんがいて、そしてそこのね尖閣その取締りの大鶴島はねすごくね波が荒くてね、それで打ち上げられたね難破船があったんですよ。でそれをね解体してね何ていうかサバニが作れたんです。それで古くぎとかねあんなのも全部ねそれを利用してね、そいで私たちにもみんなにも協力を求められてね、その砂浜あそこに行って拾ってくるようにって言われたけど、何一つ見つけきれませんでしたね。私は40何日か、はい、50日近くいました。もう歩けない、毎日のように死人が出ましたね、栄養不良で。だって歩ける人しか草も取ってくれないし、でも草も食べ尽くしてね、あとなくなっちゃって、もう食べるものがないって言うんですか。それでもう傷なんかついて歩けない人はもうそのまま餓死ですよ。だからかなりの人が死んでるけども、それをきちんと埋葬なんかするっていうことは全然そういう力ないから、もうなんてちょっと離れた場所にって言って砂をちょっとかけるぐらいのところで、
そうですね、なんていうか、これからの戦争はどんなふうになるか分かりませんけどね、もうそうですね、私が体験した戦争はもう本当にもう全部ない、全部なんて言ったらいいんでしょうね、何でもね、お国のためですよ。だから歌を歌うからね、生活の仕方からね、全てお国のため。